皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も前日の鬼ディフェンスで遊んでいきます。さあ、今日もまた違うキャラクターでいきましょう。一つの動画で一キャラクターですね。今お遊びしております。さあ、今回はしのぶちゃん、胡蝶しのぶちゃんですね。虫の呼吸を使用し、鬼を攻撃すると毒をつけて、その鬼に毒のダメージを与え続ける。しかし首を切ることができず、急所を攻撃しても通過ダメージは入らないと、追加点数は適用されると。ああ、なるほど。しのぶちゃんあれですよね、身軽ですけど腕力が多分あまりないから、一撃必殺できないってことですか。急所を抑えられないと。テルコさんが怖がっていらっしゃる。大丈夫よ、私に任せてと。多分そんなキャラクターですね、しのぶちゃん。さあ、ちょっと戻りましょう。後ろに入り込んじゃうとまず攻撃受けちゃうので、飛ばないように気をつけながら、あれですかね、下攻撃入れますか。こんな感じで。あ、やめてやめて、危ない危ない。ああ背を向けたら攻撃されちゃった。ボスまで行きたい。前回ボスまで行きましたからね。よし、さあちょっと息を、呼吸を整えて。そう、呼吸ですからね、鬼滅の刃さんは。一の方とかいろいろありますけど。さあ、もうそろそろ出てくるんじゃないですかね。出てこないですね。さあ、倒しづらい。ちょっと一旦戻りますか。危ない危ない。チルコさんの方が多分しのぶちゃんより体力多い気がするんですけどね、きっと。あ、テイト、よし、来ますか。ちょっと一旦戻りますか。出てきそう。さあ、出ておいでと。あ、出てこない。あ、出てきた。ちょっと出てきた時に、あ、入れ替わらないで。うわお、頭でやれた。さあ、スコアは、倒したお兄さん69、急所攻撃27、最大コンボ10回ということで。おお、お、すごい、記録達成しましたね。14,850 と。何が良かったんですかね、倒したお兄さんが多かったんですかね。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。次回こそちょっとお兄さん倒したいですけどね。また新しいキャラクターで遊びたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 you